滝野川女子学園中学校、高等学校は、東京都北区上、中里一丁目に所在する、私立女子中学校、高等学校である。高等学校においては、中学校から入学した中高一貫コースの生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒がいる併設型中高一貫校である。先進的な ICT 教育に力を入れており、 全生徒全教員が A4 サイズの iPad Pro と Apple Pencil を使用して授業が行われている。また、2015年度から学校独自設置科目、創造性教育を実施しており、自分の中にあるキャリアビジョンの発見とプロダクティブな創造性と起業家精神の育成を目標としている。世界最先端のデザイン思考を取り入れ、アイデアを新しいし、2019年度からは、 黒板のない教室として、全普通教室から黒板を取り除き、黒板の代わりとなる大型モニター2台と壁1面をホワイトボードの壁にリニューアルした教室で授業が行われている。国際教育にも力を入れており、ネイティブ教員6名と日本人英語教員6名がチームを組んで生徒の4技能を育んでいる。ネイティブ教員のうち4名は、 英語教育の特別免許状を取得しているため、オールイングリッシュでの英語の授業を選択することができる。中高一貫一年児と高校一年児には、福島県にあるブリティッシュヒルズ語学研修、高校二年児には、ハワイ諸島修学旅行が全員参加であり、希望者には、米国姉妹校への2週間の語学研修や1年間の、正規留学、カナダ語学学校への3週間の、 語学研修プログラムが用意されている。グローバル社会だからこそ、大人の日本女性として、自信を持って振る舞える、要、霊法、華道、茶道の授業を必修科目としている。創立者が自ら教えた伝統の授業であり、霊法は、小笠原流旧馬術霊法、華道は、古竜松藤会、茶道は、江戸千家の流派を学ぶ。さらに華道に関しては、 すべての授業を終えると、当該流派の免状を取得できる。2026年に創立100周年を迎える伝統校として、創立時から受け継がれる、女性が望むような人生を手に入れることのできる学校を大切にし、さらに時代とともに変わる最先端の教育を追求している。生徒たちの心の成長を最も大切にしており、 体験型の教育が多いのも特徴である。固く、正しく、明るく人は自由であるべき、望む人生を誰もが手に入れるべき、女性であってもそれは変わらない。一人、数との女性が自分の望む人生を手に入れるための心構えと、能力を身につけ、自分の望む仕事を通して、社会に活躍貢献できる教育を実現すること。 創立時制定の型紙の葉を衣装化した交渉。型紙は古来、興味がく際に使われた、別名、鏡草。心を磨きなさいとのメッセージが込められています。中央に配置した交渉を、国の花である山桜が取り囲む創立時制定の、後期。山桜の花言葉は、あなたに微笑む。心を磨きなさい。思いは叶います。 との創立者の思いが込められています。2014年度モデルチェンジ、ありがとうございます。